旦那が私に漫画を勧めるときはさりげなく机の上に置いていく。バスケ、バレーボール、自転車、スポーツものが目立つな。ねえ、なんで？え、いや、その漫画は俺じゃないな。すみませぬ、拙者のでござるよ。よかったらカオル殿読んでくだされ。へえ、男らしい漫画読むんだね。旦那が何を言っているかわからないけん。なんというか、極端なんだよな。自分の意思を直球で伝えるときと遠回しなとき。遠回しなときほど本心に近いってのは、なんともな。中間が欲しいな、中間が。ん？どこの出版社？前進しないな。あいつなりの気の使い方ってやつだと思うと、何も言わない方がいいよな。最初に決めていたことだ。あいつの深い部分には立ち入らない方がうまくいくって思ったから。実際それでうまくいってるわけだし。でもあいつは一時の親になるわけで、そういう部分もっと。私の期待って身勝手かな。夫婦の在り方を見直しているわけだな。そういうことになるのかな。互いに言いたいことを言い合える関係を目指しているの？できたらいいな、なんて思ってる。それは喧嘩もせずできるなら理想だね。どうやらカオル君は今の関係に不安を感じているようだ。え、そんなこと。子供が生まれることになってこう思っているんだろう。もっとラブラブした状態で迎えたい。あ、わかんないよ。いい夫でありたいとはあまり意識していなかった。当たり前だ、自分のことばかり考えて生きてきたし。結婚して妻のことを考えるが、どう接するべきか悩む時がある。なぜって、好きだから気に入られたいんだ。とは言っても俺はこういうやつだし、こういうキャラで通してきた。社交性が優れた空気読める男になれと言われても、うまくいくかどうか、そうして妻の自分を見る目がどう変わるか不安なのだ。そのままの俺を受け入れてくれた人だったから。ただいま。おかえり。カオル、俺がね、普通になるとギャップで驚くと思う。おお、いつにない声のトーンだな。まずね、一人称が僕になります。マジで？でもって細かいところまで気を使うやさ男になると思うんだ。おお、いいじゃん。それ、あなたが過労で倒れた時やったら不評でしたよ。え、